本日の注目銘柄はこちら、証券コード4714理想教育、前日比プラス25円、プラス 6.85%、PR28.7 倍、PBR6.45 倍、本日の出来高165万7500株、利回り 4.10%、時価総額609億円、現在の株価は390円です。この銘柄、17日、2022年2月期の配当予想について、情報修正を発表しました。前回ね、ちらっとお伝えしたんですけど、教育業界結構今ね、来てますね。直近業績は順調に推移しており、分配可能額が増加する見込みです。今後の経営環境を勘案し、2022年2月期の配当予想において、1株当たり14円としていましたが、これをですね、16円に情報修正したんですね。年間チャートはこちらです。証券コード4714理想教育は、完全個別指導を中心とした進学学習指導を主な業務としています。皆さん、トーマスって個別指導の学習塾ご存知じゃないですかね。大体ね、主要な駅前とかには、まあ、展開している塾なんですけども、あれです。学習塾授業は全学年を対象とした個別指導方式による学習、進学指導を。家庭教師派遣教育授業は全学年を対象とした家庭教師による学習、進学指導を。幼児教育事業は名門幼稚園や名門小学校への受験指導を行っています。また英会話スクールなど教育に係る様々な事業を展開しています。権利確定日は2月、5月、8月、11月。参考として配当の推移はこちらです。繰り返しになりますが、今回は16件。素晴らしい増配ですね。前々回の動画でお伝えしましたが、教育業界は3月ではなくて1ヶ月前倒し、2月が決算となる会社が非常に多いんですね。ここがポイントです。大体3月に向けて多くの資金投入を考えてらっしゃる方も、ちょっと分散という意味では、2月のこういった業界を狙うのも一つの手かもしれません。ぜひご参考ください。以上、カズでした。See you!